指揮官、ウォッカで割ったコーヒーなんてどうですか？遅いぞ指揮官、今日も訓練計画がびっしりだ。次に作戦報告書を受け取るときは私の分もコピーしていただけませんか？
遅いぞ指揮官。今日も訓練計画がびっしりだ。遅いぞ指揮官。今日も訓練計画がびっしり。指揮官、今日の予定は？指揮官、今日の予定は？指揮官。今日の予定は？
うなんだ。これからドンパチ、いや、アイドル活動するっちゃけん気合い入れていくぜ。なるほどな、なるほどな。ああ、なるほど。私に会いたかった。カリーナさんに作戦報告書を作らせているのは知っています。しかし、ただ待つのは私のスタイルではありません。これは私の作成した作戦報告書です。ご確認ください。私と一緒に遊ばない？指揮官はカリーナさんに作戦報告書を作らせているのは知っています。しかし、ただ待つのは私。4歳さんです。指揮官にお目にかかれて光栄です。私のこと覚えておいてくださいね。完璧な私がそばにいるのに、なんでぼーっとしてるのですか。たやすいこと、勝って当然です。私こそ完璧です。完璧な私がそばにいるのに、なんでぼーっとしてるのですか。猫のペンダント？いえ、好みじゃないわけではありません。でもこれをつけたら、仲間たちが私のエリートとしての能力を疑いませんか。これで指揮官からの強い愛がわかるだろうですね。まあ、なんて狡猾な戦術ですかと。わかりました。そこまで言うなら気持ちよくいただきましょう。猫のペンダント？いえ、好みじゃないわけではありません。でもこれをつけたら、仲間たちが私のエリートとしての能力を疑いませんか。
これで指揮官からの強い愛がわかるだろうって。まあ、なんて狡猾な戦術ですかと。わかりました。そこまで言うなら気持ちよくいただきましょう。コーヒーの濃さ、椅子の高さ、集中に最適な時間。私は今さまざまなデータより標準的副官の作業プロセスを記した副官作業ガイドを作成しています。あと1万時間指揮官と一緒にいることができたら、この本の内容は完璧になるはずです。猫のペンダント？いえ、好みじゃないわけではありません。でもこれをつけたら仲間たちが私のエリートとしての能力を疑いませんか？